トランバントは、ベトナム出身の経済学者である。前早稲田大学社会科学総合学術院教授。アジア、太平洋賞、ベトナム優秀と書賞受賞。2008年のベトナムフェスティバルで、ベトナム中部クアンナム賞のソ村出身。高校を卒業後、1968年に、国費外国人留学生制度で来日し、1973年。 一橋大学経済学部卒業。1975年、一橋大学大学院経済学研究科修士、家庭修了。1978年、一橋大学大学院経済学研究科博士、家庭単位取得。指導教官は、小島清大学院在学中に、共産主義国家ベトナム社会主義共和国がベトナムを、 統一したため帰国せず、インターナショナルビジネスインフォメーション社、シニアコンサルタントを経て、1984年日本経済研究センター研究員に就任し、東アジア経済の研究を開始。同主任研究員を経て、1989年オービリン、大学国際学部助教授。1993年度教授。2000年は瀬田大学社会科学部教授。 2020年早稲田大学社会科学部教授を定年退職。傍犯キエットベトナム首相行政、経済改革諮問委員、グエンス・アンフック首相経済諮問グループメンバー、経済企画長専門委員、経済企画長客員研究員、ハノイ大学客員教授、ホーチミ民主国家大学客員教授、ダナン大学客員教授、ハーバード大学客員研究員、 ベトナム太平洋経済センター会長、早稲田大学ベトナム総合研究所所長、日本国際フォーラム政策委員、ベトナム商工会議所回答顧問、東アジア評議会有識者議員、日本国際経済学会理事、アジア政経学会理事等を歴任。1993年著書、産業発展と多国籍企業、アジア太平洋ダイナミズムの実証研究で、 一橋大学博士取得。審査員、山沢一平、小高幸之助、清川幸彦。同年同書で、アジア、太平洋賞受賞。2012年著書、東アジア経済の構造変動とベトナムの工業化戦略で、ベトナム優秀と著書を受賞。2016年の著書、時間ショックとベトナム経済でもベトナム優秀と著書を受賞。 2018年春の外国人助訓で随法小受章を受賞し、外務省での伝達式の後、皇居宮殿にて天皇に一見した。ありがとうございます。